やってきたのは夢タウン高松2階のワンズテラスです。日々の暮らしを楽しく豊かにするアイデアを季節ごとに発信するライフスタイルマーケットで、今回は母の日のギフトを紹介してもらいます。早速ですが佐藤さん、おすすめを教えてください。はい、当店でのおすすめはこちらアニマルダブルグラス猫になってます。めっちゃ可愛いんですけど、こちら入れるものによって猫の見た目がガラリと変わって二層構造の、猫のグラスになっております。すごい、なんか本当ガラスドームみたいな感じになってるんですね。はい、そうですね。これこの写真にあるみたいにプリンとかゼリーとか入れても絶対可愛いですよね。はい、こちらオリジナルのレシピがついてるので、そちらもいろいろ楽しんでいただけると思います。わー、これ絶対もう映え間違いないですねでは続いてのおすすめは、はい、こちらミミトロリンです。ミミトロリン、名前がまず可愛いですね。こちらは、耳をじんわり温めて繰り返し使える、日本初の充電式イヤホン型ヒーターになってます。じゃあ耳を温めるってことですか？そうです、耳には自律神経をはじめ、多くの神経が集まっているので、耳を温めることで安眠効果も期待できます。そういうことなんですね。なんか結構首を温めるとかは聞いたことあったんですけど、耳を温めるっていうのはちょっとなんか未知の世界でした。ぜひお母さんにも新しい癒しを与えてあげて、はい、母の日にぴったりかなと思います。本当ですね、もう頑張ってるお母さんにこそプレゼントしたいですね。それでは佐藤さん、夢得情報お願いします。はい、毎週月曜日に新商品が入荷してますので、毎週見にいらしてください。皆さん待ってます。